どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、昨日かな、あげたこちらの動画。はい。ウクレレに関すること、どんなことでも聞いてくださいよーっていうふうに動画あげたんですけど、なんとですね、25件もの皆さんの、聞きたいこと、たっぷり、登場しましたんで、本当はもうちょっと時間あげて、じっくり、解説しようと思ったんですけど、まずですね、ちょっと速報版として、最初の10件、取り上げて、これからガズがですね、濃厚解説していきたいと思います。まず第1弾なんで、これからいただいた質問にどんどん答えていくんですけど、まず、めちゃくちゃこれね、皆さんにとってもね、有用な情報ばっかりになると思いますよ。はい。では、どんどん、この質問に答えていきましょう。その前に、ウクレレめちゃくちゃ楽しくて簡単ですぐできますからね。はい。やってみたいなと思った方、概要欄にですね、ガズレレで始めるウクレレの面白い方法をリンク貼っとくんで、ぜひ始めてみてください。じゃあ、もう早速行きましょう。第1個目の質問から行ってみます。1人目の質問です。鈴賢さんからいただいた質問なんですけど、人より手がちっちゃくて、指が太くて、短くて太い、コードを押さえるのに苦労しています。何かできる工夫があれば教えてくださいということですけど、鈴賢さんは男性の方かな、ちょっと、男性でも女性でも、まあ、一回置いといてですね、皆さんご存知でしょうか？私、ガズはですね、手がちっちゃくて有名なんです。手がめちゃくちゃちっちゃいですよ。よくこうやって、手大きさ比べするじゃないですか。大体僕の方がちっちゃさで勝ちます。つまりちっちゃいんですよ。あと指がめちゃくちゃ太くて短いです。太短いんです、僕。ここになんか比べるものがあるかなと思ったんですけど、これポストカードがあるんですけど、これと比べてみたらどうですか？こうやって比べてみると、こんな感じの大きさです。皆さんの手の方がきっとね、大きいですよ。指の長さ、これでちょっと測ってみると、手のひらのここのところに、はがきをこうやって置いてみると、これしか出ません。第一関節もこれ出てないですから、これ、こんな感じです。だから、ガズさんってね、皆さんもしかして、僕、すごい指が長くてですね、指を細長いかと思うけど、まるでドラえもんなんです、僕。はい。ってことは、鈴賢さんの質問、人がより手がちっちゃくて指が短いっていうのは僕のことでございまして、そういう人はですね、コードを押さえるのに苦労しておりますということなんですけど、二つあると思ってて、まず一個目はですね、こうやって F とか C とか G7 とか押さえるときに、ガズレレでもよくご案内してますけど、ロックフォームとクラシックフォームっていうふうにガズは言ってますけど、みんな親指が、出る人とコードを押さえたときに、例えば C を押さえてるときに、こう出る人と出ない人がいる。F も、はい、こうやって親指が出ない人と出る人がいるんですね。で、ガズさんってどっちかっていうとロックフォームでいつもこうやって親指が出る派なんですね。もちろん A シャープとかはこう出ませんよ。親指こうやってなってるけれど。とにかくですね、まずそれをですね、自分ってどっちなのかなっていうのを知るということだと思うんですけど、まあ、親指が出る人はこうギュッと握っちゃうロックフォームという、ことなんですけれどもですね。自分ってどっちなのかっていうのがあると思います。つまりですね、親指の位置を、いろんな場所に書いてみると、C を押さえるときも、こうやって押さえてるのか、こうやって押さえてるのかで、全然押さえ心地が違うんですね。はい。なんで、親指の位置をいろいろ工夫してみる。まず、握るのか、握らないのかから始まって、握らない場合にしても、親指の位置をこの辺なのか、この辺なのか、この辺なのか、いろいろ工夫してみるのと、あとはですね、案外、この角度をみんな計算してない人がいます。例えば、ガズレレ必須コードでもご案内してますけど、F から G7 行くときに、F ってこうでしょ ?G7 行くときに、このまま下げていたら、ここ入んないじゃないですか。一弦の2フレット。だからこういう風に斜めにするでしょ。だからこの角度をうまく使うってことができないんですね。だから F から G7 行くときにこうやってやってこの中指を1弦の2フレットに入れようというときに角度つけないと、あ、僕指が太くて短いから入んないんだなって誤解を生みます。だからいくら指が短くてちっちゃくても入りますから角度をね。はい。ちなみにね、きっとですね、鈴賢さんもきっとまあ大人の方でしょうから、キッズでもコード押さえられますからね。幼稚園児、保育園児の方も、ガズレレ必須コードはもう楽々押さえられて、歌ってるキッズたちもいっぱいいますんで、手の大きさっていうのはあまり関係ないです。ガズさんがそもそもちっちゃいし、だから角度と、この手首の角度ね、こういう角度ですよ。この角度と、あと親指の位置、これは関係性です。はい。だけど、さっきも言ったけど、例えば、A シャープとかいうのはもう、ロックフォームでもこうやって親指に行くしかないですからね。はい。この辺のちょっとね、親指の位置とこの角度。こういう角度ですよ。はい。この、肘は上げなくてもいいですから。はい。手首をくるっとこの角度変えてみる。これをちょっとやってみてください。鈴賢さん。質問に答えていただきありがとうございました。じゃあ、お次です。次はですね、
M ちゃんさんの質問ですけど、これは質問じゃない、リクエストですね。最近キャンプが流行ってますね。私もウクレレ持ってキャンプ場へ出かける。いいですね。外でキャンプ場でキャンプ、ウクレレとかも最高ですね。アニメゆるキャン三角の主題歌、朝さんのシャイニーデイズという曲を、で、弾いてテンションを上げたい。アニメ好きの若い人に人気な曲なので、ぜひお願いします。僕もゆるキャン全部見ましたから、アニメ版、映画版まで。ちょっとこれはじゃあ、候補曲に入れておきたいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ、お次ですね。お次の質問はですね、鈴健さん、もう一回質問くれたのね。また、チャを演奏するとき、右手の指がボディにぶつかってしまうため、サウンドホールから少し離れたネックとボディの境目、サウンドホールから少し離れたネックとボディの境目、ウクレレによって違いますからね、ネックとボディの境目あたり弾いています。指がボディにぶつからないようにチャを弾くコツを教えてください。指がボディに、もっとネックの方でやってみたらいいんじゃないですか？今チャを多分、ちょっとウクレレにね、よって種類によって違うと思うんですけど、ここの隙間で弾いてるってことですね、サウンドホール。から少し離れたネックとボディの境目あたりってことは、こういうふうに多分切れてるんでしょうね、指板がここで。で、ガズさんのウクレレの場合は、この辺、ここ辺まで指板が伸びてるから、ここでやってるんですよ、ガズさんって。で、試しに、もっとこっちでやってみたらいいんじゃない？はい。位置を変えてみて、トライしてみるのがいいと思いますね。指がボディにぶつからないように、指がボディにぶつかってもいいんですよ、別に。ちょっとガズさんも。ここぶつかってますからね。はい。なんかヒントがあるでしょうか。別にここ、ちょっとガズさんのウクレレ見てもらうとわかるけど、ここの、すごく指が当たってるからもうここ擦り切れちゃってピカピカになってるんですよ、塗装が。ちょっとわかるかな、ここ、ここのところ。いつもガズさんも、チェアやるときにここにちょっと当たってますからね。ただ、力がやっぱ入ってて、なんかボディにガツガツってなってるのかな、なんか、そうですね。ちょっと、見てないんでわからないですけど、ガズさんも普通にチェアをやるときはボディに当たってますから、ボディに当たるってことは別にダメなことじゃないんじゃないかと思うんですけど、あとね、やっぱいろんな場所と角度で、やってみるとか、今、このチェアに関してはガズレレでは、もうめちゃくちゃ解説動画いっぱい上げてますから、ちょっと概要欄に、チェアに関する動画、セットで、アップロード、貼り付けとくんで、見てください。位置っていうよりは、やっぱりこの手首の柔らかさとか、しなりだと思いますね。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、次の質問行きましょう。菅野優子さんから質問をいただいております。これすごい質問だな。ウクレレと関係ないかもしれないのですが、歌うときどうしても泣いてしまうのですが、泣かない方法あります。素晴らしいですね。泣いてください。泣いていいんです。そんだけやっぱり入っちゃうってことでしょうね。こう、もろに。聞いてるだけでもグッと来るのに、自分で演奏しちゃったら入るっていうことじゃないですか。逆にですね、それは素晴らしい、羨ましいことだと思いますね。なんでそう思うかというと、感情表現をやっぱりするのが、やっぱ弾き語りの一番の、なんて言うんでしょうか、醍醐味ですから。もう感情表現がやっぱり出ちゃうわけじゃないですか。だから、四つ引きで自分で歌ってて、涙が出てきてしまうなんて言ったら、もう憧れの対象でございます。どんどん何にも考えなくて泣きながら弾いてください。そういうのをエモーショナルと。感情がこう、魂がこう働く。もう最高です。それはですね、もうめちゃくちゃ褒め言葉です。ガズさんもそういう演奏ができたら素晴らしいんじゃないかと思います。誇りに思ってください。ありがとうございます。素晴らしいです。はい。じゃあお次でございます。お次の質問の方はですね、ラブ&ピース 2MC さんからいただいております。レッスン動画用の簡単なコードはどうやって導き出しているんですか？自分が弾きたい曲の簡単コードが分からず困っています。難しい原曲のコードをガズさんが作成している、簡単レッスン動画で出てくる程度の難易度に直したい。自分で簡単アレンジをしたいということです。教えてください。これはですね、これもですね、ちょっと概要欄に貼っておこう。
ガズレレが一回過去に紹介している、ユーフレットというコードが出てるサイトあるじゃないですか。あれからガズさんがどうやって簡単コードを書き出しているか、っていう動画を実は撮っているんです。はい。それも概要欄にリンク貼っとくんですけど、あとね、皆さんもね、気づいてくるのは、ガズレレのパターンがあるんですよ。一番わかりやすいのは、G というコードを G7 に置き換えていたりとか、E っていうコードはウクレレで弾くとすごく難しいから、Em7 あるいは E7 に置き換えたりとか、いろいろやってます。そのパターンがつかめるとですね、比較的簡単アレンジ、ガズレレ、アレンジっていうのは出てくると思います。そしてね、大体物事っていうのはパターンが結構あるんですよ。どんなことでもそうだと思います。例えば、アパレルもそうだし、お料理もそうだし、この音楽に関しても、ある程度ね、コードの流れっていうのはね、なんつうのかな、なんかこうパターンがあるんですよ。例えば料理で言ったらサシスセソみたいなやつってあるじゃないですか。なんかある程度の基本パターンみたいなのがあるんで、そういうのを自分の中で音楽やってて掴み始めてくると、あ、このパターンのケースかみたいな感じで分かってくるときに、なんかね、自分の思うように、アレンジができるようになるし、聞いた瞬間に僕なんかはですね、大体ほとんど耳で聞いてなんとなくコードを拾ってるんですけど、これ耳コピって言うんですよ。この耳コピ能力を上げるには、自分で試しにやってみるっていうのがやっぱ大きくって、でも、試しに行ったって最初は全然分かんないでしょうから、まずはガズーさんの簡単アレンジを見て、で、原曲のよくそのホームページとか出てる、U フレットみたいなところに出てるものと、どこが違うのかを発見してみる、その謎解きも一個の面白い冒険かもしれません。そういうのもね、一個の音楽をやるお楽しみとして、いずれ耳コピできるようになりたいなと思うのもいいかもしれません。そうすると曲を聴いていて、あ、こういう、きっとこういうコード進行なんじゃないかなってね、なんかそういうことをね、ふとなんか分かるときがだと、例えばさ、この音聞いて、今コード、はい、絶対音感がある人は分かるけど、そうじゃない人はこれ暗いなっていう響きがするじゃないですか。なんかちょっと寂しい雰囲気ってことは、 Am か Dm かマイナーっていうコードね、ネームがつくやつから、マイナーって寂しい感じがしますもんね。つかないのは明るいじゃん、 C D とかね、やっぱりそんな感じなんですよ。そういうのがなんとなくね、経験していくと分かってくるというか、そこまでいくとなんとなく自分で拾えるようになるんじゃないかと思います。ということで、さっきも言ったけど、ガズさんが皆さんにもすぐできる簡単ガズレレアレンジみたいな感じで出してる曲がある、曲じゃねえや、動画があるんで、概要欄に貼っていきます。概要欄に貼っていくのをちょっとこうメモっとかなきゃいけねえな。ちょっと待ってね。だから、コード拾うのと、あとなんだっけ、あ、16ビートは、チャだ。チャの動画も貼らなきゃね。はい、じゃあどんどん行きましょうと。次はですね、ラブ&ピースさん、ありがとうございます。あら、また鈴賢さん、鈴賢さんめっちゃ質問してくれるね。いいよ、鈴賢さん答えましょう。シンコペーションの前に食い込む音がガズさんのようにうまく音が出せません。特にガズペジオ、シンコペーションのガズペジオ。強く弾くなど意図的に弾き方は変えてますか？変えてません。シンコペーションの前に食い込む音、例えばガズペジオのシンコペーションってことですね。じゃあ C から F のシンコペーションだとすると、流れよく、ダンダンダンダダンタタ、今のうんってガズが言ったじゃないですか。シンコペーションで大事なのはそこのうんを感じることですね。つまり8ビートの最初のレッスンでやった時みたいに、膝を叩くタイミングなんですよ。ちょっと8ビートでやってみると、C から F でシンコペーションします。わかった？今、ここで膝叩いたでしょ？ C から F ね。その F に行くシンコペーションの後に一回膝を叩いて、このうんってこれがないとやっぱりうまくいかないっていうのがあります、ね、でも曲のシンコペーションの前に食い込むとだよね。だから今いいんだよね。でもこの間こういう質問がありました。一番最初にシンコペーションが来るときは難しいと。要は曲の始まりのシンコペーションです。じゃあ C でシンコペーションしましょう。ワン、ツー、スリーみたいなやつですね。ワン、ツー、スリー、チャッ、最初にチャを弾いてからやるというのがいいと思うんですけど、この、鈴賢さんの質問のようにね、ガズペジオとかで、シンコペーションの時に特に強く弾くっていうことはないですね。溜めるのが大事です。今、うんっ
といったところを貯めてください。こういうことでリズムが安定しますね。うん、今のわかる？タンツン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 みたいな。ガスペジオでやると今もちょっと僕もこんがらがったけど、トゥンタントゥンタントゥンタン、この三弦がちょっと最初にね、タントゥン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 、このトンタンツンが、このタイミングがちょっと難しい。ガスペジオのシンコペーションはやっぱちょっと難しいかもしれないですね。まあでもあんまり意識しなくて、流れるようにやっぱりね、このリズムキープがやっぱ大事ですからね。さっき言って、ダンズン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 、ウンズンタン、このウンをめちゃくちゃ意識すると、かなり安定すると思います。はい。どんどん行きまーす。お次はですね、竹尾渡辺さんからいただいた、質問でございます。こんにちは。曲の締めのジャカジャカジャーンがうまくいきません。どうしても弦に使えてしまいます。なるほど。これでしょ？これね。これはね、質問が多いです。これって実はすごく、まあ深いんですね。16ビートの手の動きなんですよ。これ16ビートの、ちょっと16ビートすごい早く弾いてみますよ。これ、すごいしなやかですよ。力全然入ってないでしょ。これで、力を入れたらどうなるか。多分ですけど、質問いただいたですね、タケトさんか。ごめんなさい。タケトさんはですね、多分ガズの思うにはこうなってると思う。肘で弾いてる。こういう風になっちゃダメです。僕の見ててください。ガズさんはね、こうですから。見てください。肘全然動いてないでしょ、肘。多分ね、皆さんはですね、こうやって弾いてるんですよ。こうなってるんですよ。これがダメだろ。8ビートでも16ビートでも、この肘で動かしとったらもう絶対ガツ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 当たりますからね。ガツガツ当たる。これがね、やばいやつですから。で、これを機にちょっとより多くの方にみんなお伝えしたいのは、みんなね、結構ウクレレがね、自分の方向いてんですよね。自分の方向いてるとね、ろくなことないんですよ。なんでこっちの自分の方向いちゃうかっていうと、コード見たいからです、みんな。コードは、見たいときは見に行ってください。ウクレレをまっすぐにしといた方がいいの。なんでかって言ったら、手ってこうやって、ストロークってこうやって動いてるでしょ。こういう風になったら、動かないですよ。手がこんな角度になったらおかしいでしょ。やっぱまっすぐになったって、こうやって弾くわけですから。ウクレレに対してこれで弾くわけですから。ね。だからこっち向いてたら、ほら、ガズさんも全然うまくいかない、これだったら。なんかおかしなことになっちゃう。肘とか膝、なんか手首とかおかしくなっちゃうから。ウクレレまっすぐよ。で、コード見たかったら見に行ってくださいね。そんで、右手がこう、しなやかに力、肘動かしちゃダメよ。こうやって動いてるのみんな。こう。で、だから、ウクレレ自分の方向けて肘で弾いていたらもうね、もうバキバキ、もうこんな音よ。もう指も痛くなるし、ろくなことないですか。もうしなやかに、ほうきのようにこう指を使って、手首で、じゃがじゃで、右手で、って止めるわけです。これです。とにかく、柳のように柔らかく、力は全然入ってないですよ。はい。このキレがいいです。はい。肘で弾いていては無理。ガツガツね、なっちゃうよということで。はい。ここが結構ね、上向けない、自分の方向けないというのと、手首を柔らかく使って、肘は動かさないように。ちょっとこの練習するといいよ。はい。ほら、見て、だらだら力は入れないですけどさ、何にも力入れちゃダメよ。はい。肘は動かさない。で、これが基本になると思います。はい。ぜひやってみてください。じゃあお次行きましょう。はい、お次の質問はですね、TM さん。TM さんです。こんにちは。クワバタリエさんがきっかけで、すごいクワバタリエさんきっかけでウクレレ始めました。ありがとうございます。いや、クワバタさんもすごい楽しんでおられて最高です。初めてウクレレを購入して毎日楽しく弾いています。ありがとうございます。が、どうしても8ビートで歌うことができなくて落ち込んでいます。落ち込む必要はないです。皆さん。落ち込んじゃダメ。はい。何回もガズレレさんの YouTube と本で勉強していますが、歌を入れると手が止まってしまいます。ゆっくり弾いてもできませんでした。これ、めちゃくちゃ多い質問です。いつもご案内してる質問なんですけど、ちょっとこれはですね、ガズさん、このポストカードを、さっき使ったポストカードを使ってご案内しようと思います。皆さんの音楽の、ボックスがここにあると思ってください。弾き語り始めた時にはこういう皆さんの中にこう、頭の中にこういう箱がこう入ってると、そういうイメージを持ってください。で、今ですね、初心者の方、
今ね、質問をいただいた TM さんもそうなんですけど、初心者の方っていうのはですね、まず、最初4つ弾きの時は歌えるわけじゃないですか。その時ってどうなるか、どうなってるかというと、この線何かというと、この線を境に、こっちが歌、こっちがリズムなんですよ。まずね、一緒に歌える4つ弾きでも最初に歌うって結構大変だったでしょ。つまりですね、リズムの、歌の面積とリズムの面積が50対50ぐらいになった時に、初めて、一緒に演奏できるんですよ。ウクレレを弾いて歌を歌うことが一緒にこのバランスになった時に初めてできるんです。もっと言うと、すごく、上達してくると、歌が 90% で、リズムとか演奏は 10% で、ものすごいいい演奏ができるのが理想なんですね。で、4つ弾きの状態だと、初心者の方は、歌が 50%、演奏 50% なんで、かろうじて歌えますと。じゃあ、この状態のまま8ビートの練習を始めましたと。じゃあ、8ビートをやった途端にどうなるかというと、初心者の方だから、まだ8ビート完全にものになってないわけですね。それに、そういうことを考えるとですね、どうなってるかというと、はい、リズムが9割、歌1割になってるんですよね。リズムが 90% で歌がたった1割だから、いつまで経ってもリズムが頭の中、この音楽ボックスの中にほとんど占めちゃって、歌がこれしかないってことは歌えないんですよ。さっきも言ったけど、この歌が半分を超えたぐらいからやっと一緒に歌えるようになって、できればこの歌がどんどん面積を広げていくといいわけですからね。ちょっとこのボールペンの位置が右行ったり左、ややこしいかもしれないですけど、ちょっともう一回分析すると、じゃあこっちが歌にする。こっちがウクレレの演奏。ほいで、すごくいい演奏をする人は、歌がこんな風な感じで 80%、90% を占めてて、演奏はそれを支える土台になる。これが素晴らしい演奏の、理想な形です。なんだけども、初心者の人はやっぱり演奏が、多くて、歌がちっちゃくなっちゃうっていう話ですね。で、4つ弾きだと初めての人も半々なんで、かろうじて歌われるけど、今みたいにリズムが、やっちゃうと、やっぱり歌の面積短くなっちゃうよねっていう、こうなってるということですね。じゃあ、どうしたら、この歌の面積をこっちに持ってこれるかっていう、そういう質問になると思うんですけど、はい、これはね、結構シンプルで、まあ、すぐ効果がある方法としては2つあると思ってまして、1個はですね、まずね、シンプルに、家でこっそり歌の練習してるじゃないですか。皆さん、やっぱり初心者の方っていうのは家で何回もやってるうちに、歌をね、全開で歌ってないんですよ、やっぱり。例えば、何でもかんでもみんな、こんな風に、ね、やっぱこっそりやっちゃう。じゃなくて、何でもかんでもって歌を思いっきり大声で歌った途端に、この面積がぐわっときますから。はい。その証拠にですね、例えば、一人でやってたらできなかったけど、仲間内で5人、5、6人でみんなでこう練習したら、できたっていうケースがめちゃくちゃ多いんですよ。それはなんでかというと、家で一人でやってるんじゃなくて、周りみんないて、みんなでこうわーって演奏した時に、そのね、やっぱ自分が普段歌ってるボリュームの、要は4倍ぐらいの声量で歌うと、これだけでね、歌の面積がぐわーっと伸びるんですよ。それで気づいたら、あれできてたっていうことが、まああると思います。これが一個ね。あ、もちろんちょっと前提としては、この8ビートを今ね、練習されてるってことですけど、8ビートのね、ワン、ツー、スリー、程度練習しないと、もうもちろん無理ですよ。だから、この1234じゃんじゃじゃんじゃじゃんって言ってると、頭の中でじゃんじゃじゃんじゃじゃんっていう歌が流れているわけですから、このじゃんじゃじゃんじゃんじゃんを歌いながらもう一個の歌を歌うことはできないわけですから、はい、それをどかすためにはやっぱり歌を思いっきり大きく歌うっていうのがまず一個。あと、これがね、もう信じられないぐらいに効果があるんですけど、もしお酒飲める方だとですね、お酒飲んだだけでできちゃうっていうパターンすごくあるんですよ。つまりね、調子に乗るっていうか、やっぱお酒飲むといろいろいい意味でね、こうほぐれて、なんか陽気になって、なんか歌っちゃうかなみたいな感じだにの時にできるっていう人すごく多いです。で、その感覚をだん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 増やしていく。そうすると、ああできるようになったって、なんかね、全ての人そうですけど、なんか知らんけど、いつの間にかできるっていうのが、まあ正直な感じだと思いますね。あれ、なんか今できたんじゃないの、もしかして私っていう感じだと思います。で、ここでね、ちょっとおすすめ TM さんにね、おすすめしたいのは、そのね、落ち込んでしまうっていうのがね、よくダメですよ。ウクレレやって楽しいじゃないですか。で、よくあるのが、せっかく楽しもうと思ってウクレレとか始めたのに、できなくてしょぼんとなっちゃうんですよ。それ全く意味不明ですからね。できなくっても、要は4つ
つ引きはできるわけですよ。で、4つ引きで楽しむんだって1個のゴールですからね。やっぱりね、常に上を目指しすぎなんですよね。そんなに急がなくても全然大丈夫ですから。何をそんなにテストがあるわけでもなく、コンテストに出るわけでもなく、なんでそんなに急いで悲しむことなんか全くないじゃないですか。だって好きな曲を4つ引きで歌えて、もう言いますけど、その8ビートなんかできなくったって4つ引きで歌えたってだけでも素晴らしいんですよ。で、それをね、言う話をすごく、この話をね、熱く語るとすごい長くなっちゃうんですけれども、つまりはですね、未熟に価値がないと思いすぎなんですよ。例えばじゃあ、お子さんがもしいらっしゃる方で説明させていただくと、そういうことになると、じゃあ3歳の方とか4歳の方って価値がないのかって言ったら、そんなことないじゃん。3歳は3歳のものすごい、もう、お宝の価値があるわけじゃないですか。3歳じゃないとその、なんていうか、その美しさというかね、魅力がないわけですから。4歳は4歳、5歳は5歳っていうのはあるじゃないですか。ってことは、今ウクレレ始めたばっかりの人は、8ビートができない、その時しかない、最高の瞬間を今味わってるんですよ。もうめちゃくちゃ羨ましいです。だってガズさんはもうそれ二度と経験できないんだもん。8ビートが弾けないから弾けるようになる時とか。だからそれはすごくワクワクすることだと思うし、だそこをね、落ち込んでいますっていうのでも、もう子供がね、僕大人じゃないから、僕落ち込んじゃいますって、そんなにないじゃないですか。だからそういうことも楽しんでください。じゃないと世の中にあること全部ね、なんか、楽しむっていうことがね、難しくなっちゃうような気がするんですよね。四つ引きで、まずスタートできた。これをまず喜んでもらいたいなと思うし、楽しんでもらいたいなと思うし。で、8ビットっていうのは、これは、これから、獲得していく楽しみなものですからですね。はい。さっきも言ったけど、その歌の面積をどれだけ広げられるか。もう本当に、お一人様カラオケボックスに行って思いっきり歌うのもいいし、河原とか行って歌うのもいいと思うし、なんかそんな感じで、ちょっとね、一皮向けて思いっきり、うわーっと歌ってみる。ボリューム、声のボリュームをわーっと上げてみるだけでガーッと歌の面積が広がりますから、ちょっとね、楽しみながらやってください。もう落ち込んじゃうとかさ、もうなんか好きなことをやっているのに落ち込むっていうのはなんかね、すごい残念だなっていうふうまで、楽しむ、これが大事だと思います。はい。でもね、そのきっかけで TM さんもこのガズレレでウクレレ始めていただいて、やっぱね、音楽ってね、どうもね、こう、うまくやんないといけないとか、評価される対象に思われちゃうんですよね、なんか。そこはちょっとね、皆さんにもね、気づいてほしいなと思います。質問ありがとうございます。とにかくやっぱ楽しく大きな声でやってるうちにできると思います。ありがとうございます。はい、じゃあお次の質問でーす。お次はですね、ゆうみさんなのかな、ちょっとごめんなさい。優しい美しいというお名前の方です。弾き語りも練習中ですが、ウクレレ歌なしでも気持ちよく弾けたらいいなと思っています。初心者向けのそういう動画アップされていますか？ガズラジのガズさんのオープニングのように弾けたら、ああ、こういうやつか。こういうのは僕がもう適当にいつも弾いてるやつですよね。まあ、こういうの別にレッスンはないですけど。今度やりましょうか。じゃあ、そういうガズさんがいつも適当に弾くっていうやつ。なんかそのね、かっこいいフレーズ特集みたいなのをやったことあるんですよ。一応それも、貼っときましょう。概要欄にかっこいいフレーズ。じゃあ、ゆうみさんの言ってくださった、なんだろう、ちょっとおしゃれな、ちょっと今みたいな、ちょっと雰囲気のあるやつを、ちょっと今度、雰囲気あるレッスン動画撮ってみようかな。はい。ね。やってみます。ありがとうございます。そういうのもいいリクエストですね。じゃあお次でございます。よいしょ。はい。お次は大野智明さん、ありがとうございます。大野智明、いつも楽しい動画ありがとうございます。私はウクレレを始めて1年半、かっこいいバージョンを吹くようになり楽しくなってきました。ありがとうございます。今スムーズにいかないのが、リズムが変わる時のつなぎがガズさんのようにかっこよくいってない気がします。例えば伸ばしてすぐにアルペジオとか、アルペジオから16ビートのチャなど、なんとなくぎこちなくなってるように思う。ああ、これ、要は、今みたいに、弾き方が変わるときに、一貫性がないっていうようなことですよね。これはですね、じゃあ、例えば、F 行って G7 行って、じゃあ、C から8ビートということで、F と G7 はアルペジオ。C で、8ビートだとします。いきますよ。そう、こうですよ。はい、皆さんちょっとどう？ F と G7 はアルペジオで C は8ビートです。今気づいた人いますかね？よく聞いてて。ちょっと前からリズム変えるんですよ。これがテクニックです。じゃあ逆に F と G7 は8ビートで C からアルペジオになるときに言ってみましょうか。いきますよ。
ちょっと、わかった今。ちょっとめちゃくちゃゆっくりだよね。F と G7 は8ビートで C からアルペジオいきます。1、2、3、4。はい。こうやって、最初にやってるリズムと、後にあるリズムがあるとすると、後のリズムをちょっと前出しにして変えていくんですよ。だん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 、グラデーションで変えていく。これがコツです。じゃあ、それをやんないとどうなるか、やってみますよ。きっちり変えてみます。なんか、ちょっと、スムースじゃないよね。バトンタッチがうまくできてない。もう一回いきますよ。なんか忙しいでしょ。こうじゃなくて、こっちの方がしないか。今度反対に F から G7 がアルペジオで C が8ビートだとしても、こっちの方が良くない？じゃあもう一回今度は、ビチッと変えてみます。せーの。これもなんかいまいちこうね、つながりが悪いじゃないですか。そんな感じで、後ろに、後半のリズムを前に出してミックスしていくっていう感じのものを持つといいと思いますね。これ結構高度な質問ですよ。でもここに気づくっていうのは素晴らしいです。なんとなくちょっと今みたいな感じで、後ろのリズムを前にちょっとずつ出していく。これはね、こうやってやってくださいっていうんじゃなくて、フィーリングなんで、なかなかね、なんとも言えないところですけど、はい。ちょっともう一回練習しようか。じゃあ F から G7 がアルペジオで、8ビートが、C が8ビートのパターン。せーの。つながりがいいでしょ？こんな感じ。今度逆に F と G7 が8ビートで C がアルペジオのパターン。みたいな感じですね。ちょっと今雰囲気ですけど、ダンジャカドバブブブブブブみたいな。その辺は、そこがですね、こう、ミュージシャンのこの、それぞれの切り替えのタイミングだと思うんですね。そこをいろいろこう、かっこよく探っていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。素晴らしい、いい質問でした。ありがとうございます。はい、そういうわけでですね、今日ね、今回25件の、その、質問とか、リクエストをいただいている中で、今10個お答えしたわけでございますけども、これ10個でもかなりボリュームあって、これじっくり見たらまあめちゃくちゃ大発見あると思うんですけど、まずね、今回の第1部、皆さんの質問に答えたよその1、終了していきたいと思うんですけど、またちょっと開けてですね、継続的にこの質問いただいたものに、答えていきたいというふうに思いますね。なかなか1個ずつのね質問に答えてると、いやこっちも勉強になるというか、忘れかけていた、ガズさんも忘れかけていた何かがこう、また思い出してくるという感じでね、なかなか新鮮にですね、この動画を撮ることができたなというふうに思います。続いてですね、ちょっと時間見つけて、他の質問にも濃厚解説していきたいと思いますね。で、今も言ったけど、概要欄にですね、ちょっと関係する動画の URL とか貼っとくんで、それも合わせて見てもらうといいかもしれませんということでございます。はい。じゃあ次のね、質問に答えるぞーの動画、楽しみにお待ちください。こういう動画でまた皆さんにとってね、すごくなんかヒント、きっかけになるヒントがね、やっぱ詰まってると思うんですよね。はい、ぜひまたご覧になってください。ガズレレ YouTube でどんどん音楽していきましょう。よろしくお願いします。バイバーイ。ガズレレではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある清書されてる楽譜でですね、こっちはかっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。でこのアプリ内はいろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね、楽譜がですね、書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。Amazon とか、あと島村楽さんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではね、ウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これね、ほんと、ガズレレ楽しんでいる方だったら、あっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズこれ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中、あと毎週日曜日はね、このガズレレ YouTube でもギター教室、ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人もモリモリやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに映ってる水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページの
このバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろポップに行きましょう。ポップに、はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もねどんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。